はいどうもこんにちは、ピアソンのゆいとのんでーす。今回ですね、中国版にて墓守のね衣装が来たので、まあ回していこうかなと思います。やっていきましょう。3万円分とりあえず課金してきたので、まあこれでね、まあ出し切りたいなと思ってます。今日はまあとりあえず無料分のねやつから引いていくんだけど、そうやね、まあまあがっつりと引いていきますかね。どれだ、この今のが無料分か。うん、無料分、無料分出ないから、うん、オッケー、よし。さあ中国版はね、結構運がないと。そうなんだよね。最近知ってきたけど。そうで、結構なんか今回の衣装のこれ邪魔だから聞いとくね。聞いとくね。なんか今回の衣装のあれ的になんか西部っぽいよね。昔のアメリカみたいな。お、来た。あ、え。お、あ、これあれね、ボンボンです。ボンボン。タヌキみたいかな。前は不思議の国の挨拶だけど、多分タヌキかな。一応このラインナップを見せておくとこれですね。今更ね。そう、今更だけどこんな感じで。1位のやつがこれ墓守で、2位がこのボンボンで、3位分かんないけどバーメイドっていう感じで、まあ、全体的に UR に似とる感じがする。そうなんかカーボーイというか、なんかカーボーイがいそうな感じの雰囲気が漂ってる。あ、まあまあ青はね、まあこんなもんですよ。そうやね。これこんな変わったっけ。毎回別のとこ行くんだけど、ちょろちょろするな。さあ光らないね。いやー墓守使いたいけどな。いやーなかなか出んよ。だって前回の中国版のアンちゃんは、うん、はい天井行ったからね。そうね、一番最後まで行ったからな。いやー怖い。金率が本当に低くなっちゃったね。そうね、もう最近か。あ、来た。でもこれでバーメイドはもう今回なくていいから。おお、まあ噂をすれば普通にかっこいいよね。これ普通に何が変わった。なんか普通にかっこいい感じ。足の感じが違うんかな、ちょっと、うん、あ、てかスカートを履いとってもあれか、うん、いわゆるやつはあれか、あのなんか尻尾みたいなの履いとったよね、ワント的な感じで。尻尾、うん、そんなやつね。すごい、かわいい、なんか踊り子だなって感じ。なんかサンバだね。うん、かわいい。さあカラフルやね。うん、多分今のでもうそろそろ1万円来た。ここでもう終わって繰り越したい。次に、あ、またバーメイドね。いや、分かる。もうかけらだけめっちゃ溜まってってるよ。4万溜まってるよ。すごいな。よし、まあ、この調子で引いていきたいんだけど、金率でもちょっと高くなったけどね今の一瞬。あ、そうだね、今のところなんかいい感じでいってるよ。残り150ってことは今100連したのか。うん、残り150だからもう半分近く引いてるわ。お、来た。これめっちゃ可愛いよね。これちょっと欲しかったんだよね。これ良かったね。うん、嬉しい。超可愛いわ。よし、今じゃあ何でも可愛いけどね。わかる、それはあるな。まあ。はい。かわいい。断行者さ、これさ、変わらんくない、うん、ほとんど。確かに。いや、なんか今来そうやってんけどな、誰か。来そう、雰囲気した？うん、今した。やばい、残り1万エコー。まだ大丈夫ね。残り120だから。いや、まだ間に合うんやけどな。いやー、来ないですね。来ないですね。やばいよ。金もなかなか光らんくなったよ、また。うん、入った！よし。いや、今のね、これ、来たわ。ここで、決めたい。おい、どんだけ出るんだよ。いや、もう多分もうこれバーメイドできたんじゃないかな。確か3個しか出なかったはずだから。あ、そうなん？4個出たっけ？いや、忘れちゃった。多分3個が限界だったと思うから、今後多分、あれかな、ボンボンか、墓守しか出ないと思う。あ、ほんとに？金使った。多分。やばいよ。やばい、2桁になっちゃった、2桁。マジか。え、中国はほんと運ないね。やばい、ほんとにやばい。ちょ、1回今の引いてみてよ。オッケー。はい。はい。なんだ、今のに引いてもらいました。ダメだこれ。まだ金に引かれませんでした。いや、今ので金2かだったらうち出す気持ちではおってんけど。気持ちよった。さ、いやー来ないか。青だな。残り4600。あ、4600、これ回しきれる？あ、3回ぐらい。うん、一気に回しきれんか。いや、天井だって5回5万じゃなかった。そうか、うん、やばい。さあ、あった。よし、これで終わる。もう本当に終わりたい。本当にやばい。もう残り50だもん。本当に運がない。これ追加で課金せんとダメやん。あー、終わった。やばい、本当にやばい。これ終わったわ。3万課金しとけば出るだろうっていうね、3段目今日来たんだけど、うん、来ないね。来た。よし、もういい。よっしゃー、やばった。よっしゃー。いや、かっこいいね。シャベルもあれじゃん、金色じゃんこれ。もういいよ、めっちゃ。めっちゃかっこいい。うん、よし。この普通の初期衣装も好きだし、うん、最近のキャラの初期衣装結構好きなんだよね。まあ、てな感じで、まあ、今回墓守を引くことができたので、これあるかな、あの衣装のさ、うん、UR 衣装限定のあれとかモーションみたいな。あー、見とく、うん、普段そういうのも紹介できてないけどね。お、早速あるじゃん。これ大体ないんだけど最初。かっこいい。銃振り回してる。かっこいい。それも使えよって思うけどね。今回は墓守使って後半遊んでいこうかなと思います。はい。
さんやっていきましょう。やっていきましょう。月の丘公園か、しかもピエロだな。そうね、うち始発の方かな。オッケー、俺終点だから。いやでもこのスポーンどうだろう、わかんないな。多分2階の館におるやないかな。いや、そこか。いや多分違うと思うけど、どうだろう、こっちが来てもおかしくない。多分終点来ると思う、これ。うん、まっすぐそっちの橋を渡っていくやないか。あーさあ、そうだそうだ、それだわ。これさ、ピエロも強くなったんだよね、実は。え、そ、あー、推進器の周りに、推進器は前じゃない、発電機の周りに絶対に推進器が湧くようになったんだよ。へ、そうなんや。前と推進器の数は変わんないけど、場所が変わってより見つけやすくなった。あ、踊り子、いやごめん、そこ板倒しちゃってるわ。でもアオールボール巻いとけば絶対板倒れてもなんとかなるけどな。アオールボールは強いと思う、うん、存在感ないピエロに対しては。一応俺も離れるわ、終点回してたけど離れて。オーケーオーケー。一回だって多分まだ持つと思う。あれあらあれ、いや惜しい。なるほど、これどうしよっか。いやでもこれユイの好きな温存の方がいいんやねんかな、うん、いやそうだね、せっかくだったら救助見せていきたいんだけど、うん、こんだけ早いと機械技師ない状態だと今救助行っちゃうと通電さえ怪しくなってくるから。そうね、しかも救助したところで、うん、ね、セカンドセンス持つかってやったら持たないからな。危機パスの20秒いつ使うかだからな。行くとしたらギリギリで行くわ、9割で。オッケーオッケー。さあね、うちももう上がるけん、うんうん、逆にうちがもう危機なしで、うんうん、磁石の3個分。あ、救助行く？うん、救助行こうかなとも思う。どこ回してる今？私、始発。間に合うそれ。ハンターやけど。え、多分ね、2駅目のね、うん、あジェットコースターのスイッチ押してくれたんよ。あ、そうなの？あ、じゃあ、うるさいっしょ。2駅目の方回してる。そう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 。オッケーオッケー、了解了解。さあ、頼む。押してくれてますように。え、どっちでもいいよ。無理するのが一番良くないから。あ、いけるいけるいける。無傷でいける自信があるんだったらいいよ、言ってきて。いや、無傷は無理やけど、うん、磁石ばらまくぐらいやったらできると思う。まあ、確かにな。うん。間に合うそれ、救助行く？救助はいける。あ、オッケー了解。いや、ここめっちゃ推進機ある、怖っ。いやー怖いなー、一発はもらっちゃうわ多分、普通に。いやー怖い、怖い。間に合うかなこれ。大丈夫。あ、あ、起動した。ナイス、うまいうまいうまい、天才天才。あれなんか大丈夫、やばい、ゴミみたいな磁石やっちゃった。あれ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 、高速消してる、これやってるよ、この担当者。あれあれあれ、やばい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 、やばいな。まあでも、磁石今の何個使った？ 2 個ぐらい使ったんじゃない？そうね。やば、ちょっと何にもできんかった。いやこれこっち側ギリギリ上がったらいいんだけど、やっぱこの家回復遅いからな。あ、そうやね。そうなんだよな、それがきつい。先出すとこ多分間に合うわ、おそらく。こっち側来るかなと思ったけど来てないね。多分こっち側守りに来ると思うよ、テントの中。うわー、うん、あ、来てるわ、するわ。大丈夫、多分ね、もう追われてないと思う。俺は追われてる。あ、OK、水深見せた。え、テント離れる無理だけど、まだまだここで粘りたいかな。了解。うん、多分どうやって、あ、やったらあっちの、うん、さ、ユイが最初だったら、そう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 、終点の方まだあるから。オッケーオッケー。いやー、やばいやばい。多分ここは届かないと思う、さすがに。オッケーオッケーオッケー、よしよしよし。ここの板も壊させよう。このピエロどっちだ、破壊力ついてるんだ。いや、よし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 。壊させて。あ、早いな、破壊力ついてるくさい。オッケーオッケー。多分。いや、めっちゃずっと使用する、怖いな。これは届かないよね。よし、オッケー。まあ、これ、硬直ないけど、しっかりと起き上がって、時間稼いでいく。これ、あ、20秒。え、前さ、15秒くらいじゃなかったっけ、この、シャベルのクールタイム。次のやつ使えるまで。いやー、わからん、怪しい。いや、多分ね、13秒か15秒か、そのぐらいだったと思うんだけど、いや、20秒だったっけ、わからん。変わってる気がする、前より。ちょ、長くなった。わかんないけど、長くなった気がする、使えるようになるまで、次のが。いや、わかんないけどね。鬼没かな、まだ何も使ってないよね、瞬間に。20秒は普通に持ってこない？多分そうね、の多分ポンポンってやられない限りは大丈夫。そうやね、連続でここで防いでいく、鬼没も使わせない。これが強いな。さあ、そっちの板も壊させて、早いな、板割り。さあ、こっち側にしっかりと逃げていこう。まだもうちょっとかかるかな。オッケー、多分まだも多分これ届かないから、この推進機は。オッケー、強いね、泣いてる。強い強い強い。で、ここで降りれるんだけど、降りても大して強くないから降りない方がいいと思うんだよな。いや、そうやね、殴られた方がいい。殴ってくれ、殴ってくれ、殴ってくれ。よし、オッケー、ナイス。待たれたらやばかった。よし、でも待つんだったら待つんだったで降りればいいからな。まあそうだね。ただ高速のやつ怖くない？ワンチャンありそうだよね、高速なしの落下攻撃。いやー、そうそう、なんか若干位置ずれするからなさそうなんだけど。あ、そうなんや。あぶねえ。なんとか来そうと思ったけど、遅乗り越えだった、危なかった。今ユイが最後にやりかけてるところ、あと1割、あと1割いけるかな。 OK、 まだ持つ、まだ持つ。あ、いけた。そうそうそう、浮いた、壊されてるな。あれ、内側から来てる。 OK、 じゃあもう食らうよこれ。うん、もちろん。ドリル、ロケットダッシュ以外で食らいたいな。ただこれでやられたんだけど、もうアイテムがないからな。この辺かな。トウルマイスさんは終点が多い。うん、強いけどこのアイテム使い切ってしまったら結局弱いけどな。
ついよな。あー確かに。そうそうそう、結局そのヘイト崩壊者に似てる。最初ほどのなんかヤバさはない気がする。そうやね。あ、でもさ、さっきのさ、その今回は救助の方を見せてないけどさ、うん、救助のシーンも良かったところあった。あ、そうだね、地下救助こいつマジで最終みたいに強かったから、そのシーンもね、うん、あったので良かったの捨ておこうと思います。これ大丈夫か。あ、裏返し殴るまで待ってください。ナイスすぎる。いや完璧、素晴らしい。じゃあこんな感じで救助シーンをまとめてどうぞ。これあれ使っていくか、スコップ。オッケー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 。うん、けどこれどうだろうな、地下か。いやでもここで強み見せれるんじゃない？まあ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 、確かに確かに。うん。あそこ地下だったら、多分、まだ警戒してないと思うね。出たばっかだから、このキャラクターが。まあ知らん人もおるかもね、もしかしたら能力とかも。さ、これさ、確か外側から行けたよね。行けると思うよ。どうだろう。あれ最初しちゃったんで行けると思う。あれ泣くね泣くね泣くね。ボタンがない、ボタン。これさ、PC 版しかやってないから、どこでボタンあるのか分かんないんだよね。え、普通にやりやない？あ、あったわ、ここ。普通にボタンありました。まあでも、行けるんやったらどこ？いや、怖い。よしよしよし。オッケー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 。ナイス。これ多分、いいんじゃない？普通にボンボンに対してこれ、多分、俺ダウンしないと思う。あ、待って、なんか落ちちゃった。え？もう一回落ちちゃった。あ、まだ穴あった。あれだわ、穴にさ、せっかく地下救助したのにもう一回落ちちゃうっていう事態になりかねん、なりかねんから、マジで。みんな気をつけた方がいいよ、これ。ハンターの人気をつけないかんで、それ。いや、そうだね。うん。これさ、これ全然バレんからさ、めちゃめちゃ時間稼げるくない？いや、ないっすよ。もうね、こっちからしたら受難で見えとるけんね、面白い、本当に。これ、今の位置絶対わかんないし、来たとしても全然稼げるからな。そういうことで、強いよね。救助しっかり止まって、OK、ナイスー！ナイスー？ナイス救助。今日もご視聴ありがとうございました。よかったら、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。あと、Twitter もやっているので、よかったらフォローしてください。それでは次の動画で。バイバーイ。